なんでこんなに揃ってるんでしょうね。いやまあそれはね、それはそのまあね、そのいただいてる配布を紹介してるわけですからね、いやそれ揃ってんのは当たり前だろうって思うかもしれないけど、数がおかしいだろう。そんな毎日毎日こんな来ないだろう。さあ、ハツとチュンが、ハツ、あ、まあ、ハツがみんな持ってますね。ハツが二人とも持っている。まあ、それ、まあ、チュンが持ってないんでね。まあ、チュン持ってないんで、スッと、あ、いやいや、さあ、スッと引きまして、さあ、賛否行きたい、スッと、あ、さあ、誰がハツ振るでしょうのコーナーだ。ちょ、トミ見ればいいよ。トミ見ればいいよ。トミ大丈夫か、あ、大丈夫、トミ泣いた。さあ、次、シモちゃんのターン。シモちゃん大丈夫か、シモちゃん、あ、あ、シモちゃんつもぎってる。ちょ、待って、シモちゃん回線切れてるやん。回線切れてるってことはトイメンやね、トイメンが。ああ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ワンチャン初引いてくるって可能性もありますけどね。まあでもトイメンが、まあさすがに、うん、まあそれ。あの、奇跡的に、あの、回線切れてたから回避できた。あ、そんなこともあるんだな。染めたいですね、これはね。まあ、ローピン周りにね、くっついちゃったらしゃあないけど、まあ、玉の間なんでね。まあ、玉の間なんで、そんなに無理はしないんじゃないかな。まあ、ローピンにくっついたらね。まあ、それで持っとこうかなって感じになるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、E ピン引いて、あ、ローピン。あの、ローピンね。あー、なるほどね。ローピンいっちゃったね。あ、じゃあいいじゃあいい。じゃあ染めやな。じゃあ染めよう。あー、そう、じゃあ、さあ、なんか、めちゃめちゃ、良くなってるんじゃないか？かなり強そうではある。だからちょっとね、まあ、ブクブクというか、なんていうか、一箇所に固まりすぎてるなーって、あー、さあ、ローソン、なんかすごい。さあ、竜炎層か？ワンチャン竜炎層ありますけどね、初と、あー、さあ、テンパイ、さあ、テンパイ。さあ、テンパイです。これ、乱層引いたら、竜炎層数暗号になるんですけど。あ、でも、現状でも上がりますね。はい、現状でも普通に上がります。強いですよ。まあ、ローソーとハツが、ちょ、あー、さあ、そのもんで、そのもんで、そのもんでーす。あーさあ、その舐めたポンで、留意素数暗号なりました。あ、ちゃんと行くんですよね。ちゃんとそのウーソーポンで行きまして、さあ、そしてちょっと、神ちゃんがね、あれ、役ないんじゃないか、あれ、何なんだ、あれ、単用にしたいんかな、ちょっとわからないですけどね。んで、そうですね、まだね、全然あるんだよな。ローソン、あーい。まあ、そうなるよね。あ、そらそんなめたポンしたらね。しかも、カメちゃんあれ何で分かろうと思ってたんかね。まあ、分からないけどね。やっぱりなめたポンすると、こういうダブル役満になっちゃうんですよね。はい、玉の間。いや、三面ちゃん。あ、6級層、チー層、三面ちゃん、天砲。あまりにも強すぎる。10種ですね。もう強いね。あ、強い。10種強いんですよね。さあ、フェイ抜いて、さあ、初。まあ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 。まあ、これは誰がどう見ても国士。さすがに国士やね。まだちょっと被っちゃったんでね。被っちゃったんで、13面にしようと思うと、その振り点ぶちかまさないといけないんですけど、まあまあまあ、別にね、早い順目であれば全然振り点でもいいかなって感じですね。でも結構無駄面白い。ああ、さあ、白いで、おっと、な、大差、いや、まあ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 、でも国士か。まあ、さすがにが、ああ、おっと、おっと、あれ、なんかちょっと自敗が、なんかズバズバ、おおおあれ、なんかそっちペイ抜いて、ああ、だ、ペイ引いて、引き戻して、まさかのペイを引き戻して、からのハズ引いて、さ、なんかあんこもできて、なんかすごいこと、ああ、だ、シャイ、ああ、テンパイ。まさかの、大知性なんですけど、ああ、一発も。ああ、天罰。天罰ね。それも勝手に天罰言うてるけどね。もうそんな自分都合の天罰はね、非常によろしくないですよね。ちゃんたみたいなね。なんか、純ちゃんみたいな感じ。ああ、まあまあ、ローソンは多分ちゃんたになってますね、おそらくね。まあ、純ちゃんで役満ってなかなか見ないですよね。どうでしょうね。まあ、でも、まあ、チンロートもね、ふんわりやんわりあるんですよね。まあ、だからどうしようかな、みたいなところではあるんですけど、さあ、チーソー打ちましょう。チーソー打ちまして、さあ、ローピン入りまして。ローピン入りまして、ああ、いいピン入りまして、さあ、ズバ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 、さあ、リーチ入りまして、さあ、リーチ入りまして、さあ、9ピン入りまして、さあ、いろいろ入りまして、さあ、まあ、さすがにウーピン入りまして、あ、先輩。いや、さすがに積もりすぎない、あ、じゃあ、れ、無駄積もしたか。なんかもう見てる限りピンズしかもう永遠ピンズを引いていた気がするんですけれどもね。
11酒11杯なんですけど、12酒12杯なんですけど、さすがに早すぎるんですけど、あれだ、テンパイなんで？あ、どんな人生を送ったらこんなことになるの？あ、こんな人生を送りたかったな。はい、金の朝、りょうぞしゃばおじょ、早いんだよな。いや、まあまあね、まあ普通、まあなんで、ヨンマのね、地方って10万分の1なんですけど、それでも毎日見れるのおかしい。一番早そうかなって感じではありますけどね。まあ、チーソー入ってくれたらね。チーソースッて入ってくれたらいいんですけど、まあ、なかなかね。まあ、それかまあ、ピンズ1通とか、まあ、狙えたらいいかなーってなところではありますかね。第1戦ですよね。第1戦ですよね。まあ、第1戦なんで、まあまあまあ、いい形ですね。まあ、普通に、ちょっとまあ、そうですね。まあ、感知層がちょっとネックではあるんで、まあ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 。まあ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 。まあ、落としていきまして、なので、リャンピン引きまして、はいはいはい、ちょっとピンズがね。まあ、まあ、ピンズが結構いい形かな、みたいなところはありますけどね。ちなみに、まあ、何待ちでしょうのコーナー。何待ちでしょうのコーナーにね、ちょっとなりそうかな。では、さあ、アイテンパイ。はい、はい、ちなみに、まあ、何待ちでしょうのコーナーなんですけども、まあ、どうでしょう。まあ、割とね、比較的簡単かな。で、さあ、ペー抜きまして、さあ、ペー抜き、やばい、さあ、じゃあ、何待ちでしょうのサキさんのコーナー。平然とね、なんか、みんな本当に平然とペー抜いて、リンシャン解放して裏ドラ乗せるんですよね。文字がちっちゃい。なんか多分、リンシャンって簡単なんでしょうね。ハイパイもう意味わからん。もう意味がわからん。さあ、だかんありましたね。ちょっと、かんするとね、ちょっと警戒されちゃうんでね。大三元警戒されちゃうんで、まぁ、ちょっと、まぁ、切った方がいいのかな、みたいな気もしますけどね。さあ、白引きまして。さあ、初が誰も持っていない。さあ、シャー引きましょう。おっと、な大三元追走はありそうですね。で、何が持たれてるんで、まぁ、ちょっと、引きにくいかなってところで、そうですね。まぁ、ポンポンしていくって感じ。ない行きましょう。さあ、何引きまして、これ、初引いたらこれ、4倍ですね。転売そうです。第3弦追走すらんご単元。早ない追走なんか60目、5巡目、6巡目ぐらいで、なんか4倍役満張ってるんですけど。